かった。うお。漫画ぐらいのバレンタインの戦場になってしまったわ。めんどくせー、片付けんの。じゃん、久しぶりに新しいアクセ買いました。うわ、爪汚っごめんなさい、爪汚いです。このね、ゴールドのピアスめっちゃ可愛くない？ちょっとフープっぽくなってるのと、あとこのオパールのネックレス買いました。ネックレス買うのはマジで初めてかな。自分で買うのは初めてかもしれん。めっちゃ可愛い。このね、ルームっていうところで買いました。結構前からね、インスタ見ててすごい気になってたんですけど、大人っぽくて、あと可愛いし、おすすめ。え、めっちゃ可愛い。小ぶりやからそんな目立ってへんし、いい感じ。よいしょよいしょよいしょ。あ、固まってる。めっちゃいい感じやん。めっちゃいい感じ。あとはこれに上からチョコレートソースかけたら完成。え、いい感じ。今日は今からアニメルックブックの撮影をしていきたいなと思います。で、あの、撮影中にめちゃくちゃ私が何着るっけって思っちゃうから、今とりあえずメモを取っております。はい、こんな感じで今からメモしていきます。まずね、一番最初、うまるちゃんから、そしてうまるーんに変身して、こっからキャラクター決めていきたいと思います。ルックブックの撮影終わりました。イエーイ。多分先に今回はルックブックが出てると思うので、皆さんどうだったでしょうか？個人的には大満足のアニメのルックブックでした。ちなみにね、こんな感じで全部メモして、さっきのメモですね。じゃ、ねねちゃんとね、このうまるちゃんをね、考えるのがめちゃくちゃ大変で、でもなんか気回しって感じにしたくて、まあ、あるやつで組んだという感じでございます。うまるーん。おはようございます。いや、もうおはようというか、もう昼前なんですけど、花粉がきつすぎて毎朝すごくしんどい日々を送っております。辛いってことで、今日はちょっと今から動画の編集をした後に打ち合わせがあるので、それに行ってきたいと思います。てか、家で撮るの久しぶりじゃない？え、もしかしてエアコンの音うるさい？やだ。まあ、ってことで今日も一日頑張ります。もう一日の半分ぐらいの時間やけどな。
ドドタウンで買ってたものが届きました。このね、ワンピースとこれよ、これ楽しみにしてたのよ、これマジで。じゃあ皆さん開けますよ、せーの、よいしょー。あー、やばい、ちょっと、オーマイガー。そう、実は新しいコンバース買いました。まあ新しい季節になるということでね。あー、かわいい。ちょっとこちらサックスブルーのね、いやサックスグレーか、買いました。あ、めっちゃ厚底タイプやったんや、身長漏れるやん。後ろまで可愛くない？なんかあのこのチョコレートクランチみたいな感じの底ですね。めっちゃ可愛い。かわいい。マジで学生ぶりにハイカット買ったわ。わあ、嬉しい。かわいい。ちょっと待って、写真撮ろう。ちなみにワンピースはこんな感じです。ちょっとシフォン生地になってて、このなんか透け感が可愛いなと思って買ってみました。また SNS とかね、動画で着たいと思いますのでお楽しみに。可愛い。あ、うわっ。